はい、レオンチャンネルです。ゼロツードライバー関連で一通り様々な遊び方をして、だいたい連動音声鳴らしましたが、コメント欄で気になったのが、ホッパーブレードとか、オーソライズバスターでゼロツードライバーと無線連動できますでしょうかと。確かにそれやってなかった。要はメタルクラスターの時とかにベルトにはまってる状態でこの青いところを近くで合わせると、はい、非接触でファイナライズが鳴るんですよね。で、これは別に IC チップとかが入ってるわけじゃなくて磁石で反応してるらしくて、これもね、非接触でゼロツードライバーで起動時にこれね、この展開で無線で待機音鳴らすギミックがありますから、いけそうな、無線でいけそうな気がしますし、もしホッパーブレードとの連動ができれば、テレビ本編でも技として使いそうですよね。で、同じギミックでオーソライズバスターでも、この部分と反応するやつがこっちか。反応するやつがありますから、要はこの辺が鳴るかどうかっていうのと、あと、ここにメタルクラスターとかいけるぐらいのスペースがあるんだけど、ここを使ってチャージ必殺、変身後にここを押すことでビッグバーのライダーキックサウンドが鳴りますが、チャージ必殺も鳴りますでしょうかっていう、まだ何気に検証してないモードがいくつかありますので、今回はその非接触とチャージ必殺確認してみましょう。じゃあ一応02に変身し直して、ゼロツージャンプで、仮面ライダーゼロツーで変身完了でしょ。で、ここから押すとゼロツービッグバンでライダーキックサウンドが鳴るわけですが、ここまでは散々これまで鳴らしましたけど、確かにこの状態でチャージ必殺いけるのか？いきまーす。いける！いける！お！いけるじゃん。あ、連射もいける。ってことは？おー！ゼロツーテラビッグバンだって。ちょっと黙るわ、もう一回。これはじゃあ何でも OK なわけね。連続爆発音も鳴るもんね。ってことで、まず、これまで検証というか、遊んでなかったけど、ちゃんと、チャージ必殺、02でもそのまま、パーツとか動かすことなく、チャージ必殺が可能と。なるほど。じゃあ次行こう。非接触で、ホッパーブレードとの連動がいけるかどうかっていうところで、この辺にあるとしたら、この辺に磁石が入ってるはずだから、ここに矢印があって、ここに、反応する箇所があるので、この辺か？あるなら。あ、ダメか？あ、お！あ、いけた！ファイナライズいった！ここだ！ここ、ここ、ここ。ここのメッキ部分。ここで反応したよ。いけるんだ。なので、非接触、メタルクラスターホッパーと一緒でいける。いった。てか、なんか、あれ？ここのヒンジで、あ、違うか、なんだ、ここのパーツで反応してるのか。でも一応非接触技いけますね。ってことは02ホッパーブレードでこの技やる可能性もある。
ここだ。こことここ。ってことは、同じ要領で、オーソライズバスターを、ここだ。この辺？ほら！非接触でこっちも OK だ。同じ箇所、この部分で反応しますね。なので02ドライバーでもユニットのここを使えば非接触必殺発動 OK と。要はこの流れでファイナライズからドッキングライズからここね。はい、アルティメットライズいけるじゃん。はい、検証結果出ましたね。なので、チャージ必殺もいけるし、無線のホッパーブレードとか、オーソライズバスターとの連動もいけると、両方ともいけるってことが判明しました。合体武器状態でもしっかりと反応しましたので、これは02ドライバーでまだそこまで遊びきれてない方はこういう遊び方もあるので、ぜひお試しください。もうこれで検証的な遊び方は大体やったかな。以上、レオンチャンネルの02ドライバーを使ってのチャージ必殺とホッパーブレードとの連動確認動画でした。